ゲリアさん。ずいぶんムードのある場所だな。キャッセルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。人がいないだけの場所なら蒼天堀にだってある。なんでこの場所を選んだ。理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会の会長です。西谷誉っちゅうんが代々受け継がれる名前でして、あの人は三代目西谷誉。渡瀬の親父が近江連合を解散させるとき一番の邪魔者になります。どういうことだ。少し長い話になりますが準備よろしいでっか。ああ、続けてくれ。来月親父が出所する日、親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで、みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは警察に宛てた近江連合解散届や。その時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。東条会が消えて神室町を取り日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も何もかもなくすと言われるわけや。一体何が起きるやら。ああ、下手したらその場で暴発するやつも出てくる。渡瀬はなんでわざわざそんな真似を。そしたらメールの一斉送信で知らせますか、それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったらこっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない、あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく。堂島大吾、真島五郎、冴島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人東条会を裏切った荒川真澄、今近江連合の頭代行、あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東条会六代目の極秘指令で動いてるんです。なんだと。東条会も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ。そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし巨大化しすぎた近江をいっぺんに破裂さすリスクは可能な限り減らさな。その話にさっきの荒川がどう関わってくる。荒川は表向き都知事の浄化作戦で東条会を売り神室町を近江に明け渡した裏切り者です。けどその本当の目的は近江の組員を東西に割ること、
カムロ町に大勢の組が流れた結果、今蒼天堀に残ってる兵隊の数は全盛期の半分です。荒川真澄は惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ、カムロ町の浄化作戦はいつの話だった？2年前です。そんなに前からお前らは解散の根回しを？ええ、そして最後にもう一つ片付けなあかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。鬼神会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の極道。金稼ぐしか能のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし、逆に武闘派で鳴らした親父のことは心底慕ってます。酒の上はその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそうちらが解散企んでいると知ったら可愛さ余って憎さ役倍、まず間違いなく潰しにかかってきます。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男なのか？ええ、つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも鬼神会の得意技は暗殺。親父も俺も東条会の幹部たちも死ぬまでつけ狙われる。結果解散計画は元の木阿弥や。だから事前に西谷を片付けろと？ええ、先に言っとくが俺は殺し屋じゃねえ。分かっております。解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけで、あの人さえ出てこなんだら残りの連中は右往の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい、相手は近江連合直参の組長。正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。ただし俺ら渡瀬組は表立って鬼神会と敵対するわけにはいきません。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。大したもんだ。よくそんな話をずうずうしく頼めるな。うちが大道寺にくれてやった500億元は取らせてもらえませんと。一つこれだけははっきりわかる。この船で西谷を襲撃した場合、脱出ルートはヘリしかねえ。やるなら奴が船を降りた時だ。ええ、せやけどあの人はここ一年ずっとこの船に寝泊まりしとる。よっぽど居心地がええんやろな。このままやと多分次に西谷が船を出るんは親父の出所の日や。そない悠長に待ってられん。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こすさ。その何か言いますと？金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだが、せっかく現地まで来てるんだ、下見はたっぷりできる。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。ああ、オーナーってのは？西谷でございます。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります、会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしてもお前を狙撃できる。やってみっか。
よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくっちゃ、隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる、そいつが上流だ。獅子道のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくなるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか？キャッスルの中にいる間は俺が神、お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。来い！まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへ追いかけよう。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ？会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。は、早ないですか。一応手加減はしたんだぜ。
こまでや。まさかこっちに来るとはな。
来たか、逃がさんで。上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。上流は俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた、知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマー張ってもらうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただ
お前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。いい音聞かせてくれ。本気で来てくれよ。隠しダメだ。まだまだ足りない。続々待ちまだね。
死なないでくれよ。止まらねえ。まだまだ足りない。うわ。会長。なんてざまだよ。俺もとんだまぬけじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。あ、会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、道島の竜。
お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったら、この船出られんようになる。何ぼさっと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや引き捨てなるの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。に鶏。そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわ。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう行ってえで。上流、西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんたどこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、セルノです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りがついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえんだ。横着しやがって。今の擬人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。
ああ。はあ。何？おい。よし、開いた。こいつは。
とんねえ。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этими другими роликами и, конечно же, прижимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока.